撮影見学しに来ない？だって面白そう。新一も一緒に行かない？飛行機でブーン。ぶねえな。映画になんか興味ねえよ。とか言って服部君の活躍が面白くないんでしょ。バロちぎえよ。あんなの初歩的なトリックだよ。サインください。拍手してください。また今度か。映画には興味がなくても後輩の女子には興味があるんだ。何言ってんだよ。幼なじみの誘いは断っても後輩の女子のサインは受けるんでしょ。もう分かった分かった。すいません。行くよ。行きゃいいんだろう。行きゃ。俺の名前は工藤新一。偉そうなこと言ってんのよ。ただの高校生のくせに。どうして4人って言い切れるの？僕の席は客席の最後尾。トイレに行く人は必ず横を通るし、後ろに乗客はいません。死亡推定時刻の前後にトイレに行ったのは被害者を除けば4人だけです。顔を確認すればすぐに分かります。まさか一晩中起きてたの？まあな。なかなか寝つけなくて。バロ、あんな寝顔を見せられたら平気で寝てられるわけねえだろ。え、なんか言った？いや何も。まあそこまで言うならその4人を教えてもらおうじゃないか。いいですよ。言ってんじゃねえよ。トイレに立ったのはあんたら4人だけだって言ってんじゃねえかよ。だろ。え、あ、まあちょっとはっきりしなさいよ。そういや一瞬気を取られていたような気も。それはだっておめえの。とにかくしゃさ。まあいきなり何なの？何って。分かったんだよ犯人が。え、嘘。あとは凶器の謎だけだ。大丈夫かな？大丈夫だけど。違うって。ちょっとどこ触ってんのよ。わざとじゃねえって。でもなんか思ったより大きかったな。ランも高校生になったんだな。新一の変態。そうじゃなくって、高校生になったらおめえに聞きてんだけど。早く言えよ。聞いてる俺だって恥ずかしいんだよ。最近のやつは大体そうなってるわよ。なるほど、そういうことか。何納得してんのよ。やっと分かったんだよ。被害者の息の根を止めた犯人の切り札。狂気の謎がな。ったくお前の寝言のせいで恥かいたじゃねえかよ。しつこいな。仕方ないでしょ。1年前と同じ感じで飛行機に乗ったせいでつい夢見ちゃったんだから。この道で本当に合ってんのか。このまま行くと桜で有名な三王寺に着いちまうけど。あ、こっちの方が近道なんだって。あれおかしいな。確かこの辺りに。流行ってさ、最近流行ってるっていう幸運のしおりじゃない？幸運のしおり。詳しくは知らないけどテレビとか雑誌で取り上げられて結構人気みたいだよ。詳しくは知らないけど。へえ、そうなんだ。ね、
偶然通りかかったのもなんだし、ちょっとは見てみたりする。いやね、時間がないじゃん、ね、時間。おい、いらっしゃいませ。当店の幸運のしおりはフリーの方はもちろん、カップルの方にも、今いい雰囲気のお二人にも大人気の縁結びグッズのすね。縁結び、うん、あ、そうなんだ。全然知らなかったな。この桜色のしおりはどうですか。2週間の期間限定発売で、販売は明日までどす。通常のしおりと同じようにお二人のお名前をお入れすることもできます。どうしよっか。あろ、縁結びグッズなんて買えるわけねえだろ。これ探してたの。ママ、クラスみんなのお土産にしたから、これ買って。もうしょうがないわね。ねえ、君たちもこれ買うんじゃないの。あ、大丈夫だよ、後で買うからね。え、ね、お、うん、じゃあ、いっか。残念どしたな。今の子が全部お買い上げになられまして、夕方にはまた入荷しますんで。よし、買う回路してんだが。まあ俺たちも帰るか。うん。結局あれ買ってないな。まあでも仕方ないか。これって朝散歩してたらよ、偶然通りかかったから。早く帰るぞ、新幹線乗り遅れちまう。ありがとう。もう